こんばんは、仰天ゆりなです。ちょっと待って、口の色がないとだいぶやばいぐらいに顔怖いな。ちょっと待って、口の色だけやっぱ塗ろう。思った以上に顔がかわいそうな感じだった失礼失礼、ちょっとマシになったかな、どうかしら。あ、どう、お口の色、あーだいぶ、あーちょっとマシになったじゃない、口の色塗るといい感じ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 とか。こんばんは。というわけでですね、もう私はもう今日はお風呂入りました。もう顔テカテカなのは、これスキンケアしたからちょっと顔がもうびっくりするぐらいテカテカなんですけど、これはシンプルにあのスキンケアしたから顔がテカテカなだけなんで気にしないでください。もう今日はねお風呂も入って、もう今日絶対早く寝ようと思って、明日が昼公演なんですよ。だから朝が早いんですよねなんでせっかくが昨日行けた昨日行けた、今日早く帰ってこれたんで久しぶりに、なのでもうショールーム終わったらもう寝れるっていう状態だと、もういつ寝てもいいじゃないですか。だからちょっと睡眠時間を最近ずっと取れなかったから、レッスンがずっと続いてたりとかしてたので、明日本番だからちょっとでも休んでなんかいい感じに、ちょっと疲れた顔をどうにか払拭しないとさ、まあメイクするから別にいいねんけどさ、隠れるからいいねんけど、少しでもねメイクの手間をね省きたいなと思って、今日はせっかく寝れるんだったら寝ちゃおうと思ってね。そうなんですよ、明日がついに、今日は誰に恋をする公演、なんか略、ゆりさん公演って略名詞ないんですかね。今日は誰に恋をする公演ってさ、なんか長いやん、なんかその略称とかってあるんですかね、ないのかな。なんかよくいつもあるじゃん、僕隊とかさ、なんかさ僕夏とかさ、略し方あるじゃないですか。まだないのか、さすがに。はい、まだはないんだ。今日恋と誰恋で割れてるだって。ああそうなんだ。でもその2択ぐらいなんだ結構。へえ、そっかそっか。そう明日ね、そう今日はだから朝レッスンがあって、まあ全員じゃなかったんだけどレッスンがあって、でその後ね劇場に行ってちょっと自主練をねしてきたんですよ昨日昨日じゃない、何言ってんだ、今日して、でそう夕方前ぐらいに帰ってきて、もう眠すぎて寝ちゃったよね1時間ぐらい。なんか昨日がとりあえず朝の9時から23時半までレッスンだったんですよ。なんかいろんなレッスンが重なりすぎちゃってて、なんか挙句の果てそのフルタイムみたいになっちゃったんですよ。そうそうそう、だからなんか昨日ね、今日も朝レッスンだったからなんか結構疲れてたみたいで家帰ってきて寝ちゃって、そう1時間でも1時間しか寝てないから多分夜全然寝れるか、逆に明日早いかなと思って緊張して寝られへんパターンもあるから、それは私次第かなって感じ。いつもなんか早起きとかだと早く起きないとっていうので寝れなかったりすることも多いんですよ結構。遅刻すること怖くて眠たいのに寝れないみたいなこと結構多かったから、その今日の私はどっちか知らないですけど寝ちゃってん。そうでも日付回るまでには寝たいなって感じかな。24時までには絶対寝たいかなって思ってて、
そう、なんかね、もう、なんだろう、なんかもうね、毎日レッスンとかしてから足がね、パンパンでね、もう今、休息時間張ってますもん。休息時間ペタペタって張って、なんか腕もね痛いから、なんか足首も痛いし、なんか疲労が、なんかやだーって思っちゃうよね。なんかさ年を感じるんだけど。 そう、でもなんとか昨日で振り入れが全部終わったんですよ。私たちのその明日の公演の、ゆりさん公演の振り入れが、そう、昨日やっと終わって、そう、それで明日本番だから、なんかなかなかバタバタだなって感じですけど、10日とかしかなかったのかな、結局時間が。10日でこの公演を覚えたんで、とりあえずもうなんかできる、今できるこの全力を明日は出そうと思います。 なかなかにね、メンバーみんな不安だってやっぱ言ってるんですよ。さすがにね、ちょっと時間がなさすぎて、なんかやばいんだけどって言って、みんな結構言ってて、そう、やばいやばいみたいな 言ってるんだけど、明日はとりあえずなんか楽しんで、とりあえず顔笑ってるか心配なんだよね。結構必死すぎてさ、今日も自主練やってた時にさ、結構必死すぎてさ、マジで笑顔忘れてたわみたいな、結構もう目ガンビラってたわ今のところみたいな。 やばいねーとか言いながら今日も自主練してたんですけど 楽しいでしょ。なんか楽しく自主練してたんだけど、結構もう必死すぎてね、顔がね 次の振りと次の立ち位置と歌と歌詞歌詞みたいなね、もう結構ね 頭の中パンパンで、そうそうそうなの。だからとりあえず楽しめたらいいな明日はって思うね。 でも絶対緊張してるから笑顔は引きつってそうだけどね、普通に考えて。 もうちょっと余裕があればよかったんだけど、全然余裕がなかったから、とりあえずなんか間違えてもまあ楽しそうにしてれば大丈夫と思ってる気持ちでやろうと思いますね。やっぱりガチガチになるとガチガチになっちゃうんで、もうなんかそう思っても結局そうできないから、私は楽しもうっていうぐらいの気持ちを持たないとって思って、なんかそういう感じでやるわとりあえず。なんせ初日メンバーが半分ぐらいいるから、もうね、初日メンバーはね、もう初日迎えてさ、もう3回ぐらい公演やってるからさ、もうみんなだいぶ慣れてたし、この間27日にもやったばっかだからね、結構もう慣れたもんらしいので、みんなそれに頑張って追いついていきたいなと思いますね。よろしくお願いします。そう、久しぶりの劇場ですよ。私サムネイルの千秋楽ぶりですかね、本当に公演としては。そうなんですよね、公演としては、そんな感じかな。結構私ずっと舞台してたので、そうなんですよね、劇場っていうのがもうなくて、超久しぶりの、本当にぶりぶりの劇場公演って感じで、なんかそれ自体もすごいフルでさ、なんか周年とかはあったけどさ、フルでの劇場ってさ、超久しぶりなのね。だからなんかどんな感じだったっけってちょっと正直思ってます。なんかどんな感じでやってたかな と思って。 そう、なんかどうなんだろうっていうか、絶対楽屋狭いなって思った。なんかその16人がやってる時の楽屋とか見たけど、マジで狭いそうだったの、みんな。で、みんなその狭い狭いってずっと言ってんのよ。今まで8人でずっとやってたからさ、慣れちゃってて、みんながその楽屋のやつ見て、みんなも狭い狭いみたいな、場所ないんだけどみたいな、結構ね、みんなずっと言ってて、
うわー、明日それ経験すんのかと思って。でもなんかその昔、そのコロナ前はさ、16人が普通だったじゃないですか。だからさ、すごいさ、なんかさ、超久しぶりなんだけど、その16人っていうのが。だからステージ上で16人もさ、やっぱりその公演じゃん、やっぱさ人多いなって思った。何しろその列間隔とかも結構大変だし、動線とかも人が多いからあんま空いてるスペースないみたいな。そう、楽屋もね結構キツキツだし、なんかあすごいコロナ前のあの感覚懐かしいなーって、実感してます。 そう、なんかこんなんで毎回やっててんやーと思ったら、なんかそうなんだーってすごい思った。ユニットも1曲しかしないじゃん、8人だと2曲出るしさ、なんかその辺もすごい不思議な感じ。なんなら2人で公演やってた時もあるからね。2人で公演やってた めちゃくちゃ広かったもんな。客席から見ると圧巻です。まあゆりなこのゆりさん公演初日のオケねを見に行ったので、そのなんだろうな、こうファンの人から、まあ私立ち見センターで見させてもらったんですけど、なんかそのセンターの、16人の感じはこんな感じか、あとはまあなんだろう、感覚的にはまあまあこんな風に見えるんだろうなっていうのは知ってるんですけど。そうだからね、そうなんですよ。でもなかなかにね、やっぱりね、迫力がっていう感じもまあまあなきにしもあらずっていう、まあ、感じちゃあ感じかなって感じですな。そうで、なんか「どっちが多いですか?」みたいな言われたの。なんか「上石もどっちが多いですか?」みたいなコメントを SNS に書いてあるのを見たんだけど、いやマジどっちが多いかなと思ってちょっと考えたんですけど、マジで分からんわ。 いやまずシンプルにどっちもです。どっちも上も下もね、ぶっちゃけどっちが多いのかな、なんかね考えたんですけどマジで記憶にないんですよね。でもどっちも行きます、どっちも全然どっちもです。全然どっちの端っこにいます。 全然どっちの端っこにもいます。そう、結構端っこにおることの方が多いかもな。まあフルだから2番になれば、そりゃ、ワンハーだとね、圧倒的端っこなんですけど、フルだから、フルになると、2番になると、真ん中の付近とかには来れるんですけど、でも基本的に、まあ割と端っこにも行ってるなって思います。5番とか6番とかにも全然立ってるので。そうですね。逆に0に立つことはないんだけど、でもまあゼロ付近に立ってることあります。1番とか2番とかには全然。1番、まあ2番とか立ってることもあるから、そうですね。割とどこにいても見れるのじゃないかなと思ってます。なんかその真ん中しかないとか端っこしかないってことはないから、そのなんか1番端っこでも2番になって真ん中に来るみたいな。やっぱまあ劇場ってフルなので、やっぱりワンハーフだとさ、端っこだと一生端っこなんだけど、フルになるとやっぱり端っこのメンバーが真ん中に来たりとかするじゃないですか。だからそのなんだろうな、フルだからその1番は端っこで踊ってても2番で真ん中の方に来るみたいな感じだから、そのなんかどっちにいても割と、なんかなんだろうな、その見えるとは思うんだけどね。
多分と思っているんだけど、私のね思う感じだと。ただなんか8割ぐらいはもう思い出せないんだけど、ちょっともうなんか脳が寝てるみたいですいませんね。でもユナのイメージ的には結構そういうイメージで動いてます。だからほかはね、今回のユーリさん公演ってなんか意外にみんなこうちょっと平等な感じで組まれてるんですよ。その絶対みんなセンター、みんなかな、絶対センターの曲あるじゃないですか。そうみんなそのね対比表でいうこう一番上みたいなのがさ、確かみんなかな、あるから、その偏りすぎてることはないんですよ。結構なんか上しかないとか下しかないとかっていうのが少ないかな。なんか多分どこにいても結構すごく見やすいんじゃないかなと思います。そうだし、フルだから、そう、たとえ私のポジション結構、まあ、ここどこまで今、まあ、ネタ、まあ明日見るからもあれなんですけど、その私その16人じゃないですか、半分って8人じゃないですか。8番より下の方が圧倒的に多いんですよ。私序列で言うと8以降がたくさんあるポジションなんですよ。半分より上が少なくて、あんまほとんどなくて、で半分より後ろが多いんですけど、だけどまあ確かに端っこと思うんだけど、でもそのなんだろうな、2番で真ん中付近に行けたりとか、その1番は端っこですよもちろん、だけど2番で真ん中付近に行けたりとか、あとはまあなんかサンセリの真ん中の方とか、な感じ。まあでも半分より下が多いから圧倒的にまあ端っこの方が多分多いんだけど、どうしても多分ね、さすがに半分から下だからね、だとは思うんだけど、だけどなんかそんなにかなーって思う。わかんない、なんかもう私必死すぎて結構 なんかね結構ね必死なのよ。そのなんかそうなの、なんかね、そうなんです。なんかちょっといつもだったらさ、こうもうちょっとさ、なんかこうかこうでみたいな、なんかファンの人が結構いつも聞いてくれるから、こうでこうでってなるんだけど、今ちょっとねもうなんせ10日しかなくてね、昨日まで振り入れしてたから、何しろねもう必死なんですよ結構。カツカツで、自分がてかもうカツカツで、てかみんながカツカツで、だからなんかねちょっとねそこまでねこう細かく分析というか、なんかそのあまり余裕がない、ごめんなさいね なんかこうあまり余裕がなくて、こう皆さんが思ってるこの情報をちょっとあまり提供できないっていうか、まあ、ネタバレになっちゃうからちょっとあまり言えないんだけど、まあそんな感じ、伝わればいいかな。まあでもまあどこにでも見えるっしょみたいな気がします。多分ごめん。いや、圧倒的に片方に偏ってるってことはないと思うんだけどな。いや、ないと思うんだけど どうなんだろう。いや、ないと思ってるんだけど、偏ってたらごめんね。いや、でもないと思うんだけどな。どうなんだろう。ごめんなさい、本当に。でもないと思ってる。ねえ でもさ、すごいさ、この前なんかの時にさ、メンバーと喋ってて本当だなって改めて思ったのさ、マジで端っこの人たちってさ柱で見えないんだね 本当にさ、私何回か結構柱とかで見たことあるけどさ、あ、この間の AKB の周年の時だ、リハをその自分ら
端っこのブロックで見てたんですよ、メンバーとね。その時にさ、本当に見えなくて、全然メンバーがなんか本当にさ見えないんだよ。だからファンの人がさ、マジ見えない見えないってずっと言ってるじゃん。あ、本当に見えないなって思ったつい最近。なんか本当に本当にそうだなと思って、なんかファンの人がさ、うわーみたいな、結構席をさ、その場所がさ、なんかうわ最悪だとかさ、うぃーんとかよく言ってるじゃん。なんかずっと思ってたの、正直。まあ確か何回かその柱の見方することはあったんだけどさ、この間久しぶりにその橋でさ改めて見た時にさ、まあまあまあ確かになってすごい思っちゃったよね。確かにその通りだって改めてね思った。柱透明がいいね、透明がね。せめて透明な柱だったら最高じゃない。なんかユニットとかさ、真ん中で踊られとったらさ、ほんとただの BGM だもんね、あの柱の外にいる人とかさ。しかもちょうどあの4列目ぐらいの人かな、なんかちょうど向き走るドローンみたいな感じでさ、なんかそこに人が座ってたら余計に見えなさそうって思ったよ、うん、みんながすごい嘆いてるのがよくわかった。席が最悪でしたとかよくさ言われるんやけどさ、まあそれは言いたくもなるわなって思いましたね。うん、だと思うよ。柱をなくすことはできないと思う。だって柱をなくせるんだったらあんなとこに柱立ててないはずだから、多分支えるためにあの柱が絶対的に必要なのかな。だから多分絶対柱が多分あの建物を立たせるにあたって多分どうしても柱をねなくすってことは多分できないんじゃないかな。落ちてくんじゃない、天井、多分ドーンって。支えられないからあそこに立ててるってことだから、落ちてきちゃう天井が。あれないと。ね、だから難しいよね、どうしてもね。地下のライブハウスとかも柱あるもんね。あ、そうなんだ。あんまちょっとわかんない、ライブハウスとか行かないからさ、行かないんだけど。移転してくれ。ドンキの8階がいいんじゃん。そこがやっぱ AKB のあれだってなるじゃんね。だって AKB ってさ、もうあとさ2年でさ20歳だよ。やばくない？ AKB 成人迎えちゃうんだよ。すごいよね。なんかさ、AKB 成人迎えちゃうんだって思ったよね。2年で AKB 成人か、 すごくない？そう思いましたよ、本当に。そうだ、今日 TikTok 上げたの私、あのこの間載せたやつの NG テイクかな。ぜひ、あの TikTok 伸び悩みまくってますけどね。そう、悩んでますけどね。 NG トークテイク載せました。途中若干もう諦めてるからね、ちょっとはみたいな感じになってるけど。最初からファンだった人は20代が40代になってるんで、待って、怖いこと言わないでよ。その通りなんだけどさ、
なんかさ、自分もさ、本当に8に入った時15歳だったの。本当に子供だったんだけど、25になってもう今度で10周年じゃん。本当に年取ったんだなって思うよ。なんか中身は変わんないんだけどさ、なんかさ、本当にさ、ファンの人とかもさ、そうだよね、昔さ、自分たちがさ、もうそれこそね、1期生2期生3期生の人たちを応援してた人たちからするとさ、もう18年経ったわけじゃん。もうその時さ、もう20歳だったとしてももう38だからね。それはね、すごいし、でも逆に言ったらそんなに歴史のあるグループなんだなって思ったし、もし本当にそれ初期の頃からこう今になってもまだ応援してくださってるファンの人たちは、いや本当にすごいなって思う。ここまでこういろいろと変わりゆく AKB を応援し続けてくださっているっていうのは本当にすごく嬉しいなって思うし、そんなにずっと応援してくださるグループってなかなかないと思うから、いやなんか本当にすごいんだなって毎年数年を迎えるたんびに思いますね。うん、自分のその加入した周年もそうですけど、 AKB の周年もそうなんですけど、なんかすごいなって、すごいその凄さを感じたっていう。だし、まあなんかそれこそ最近がついちょっと前ぐらいから結構他のメンバーとかも口にしてると思うんだし、私もすごいそれは自分も思うんだけども、戻ってきましたみたいなファンの人が私の握手会とかでも今日ちらほらいらしてくださったりとかするんですよ。なんかもともと応援してたんだけど一旦離れちゃったみたいな、なんかもう AKB そもそもちょっと応援しなくなっちゃってみたいな、だけど最近またちょっとまたいいなと思って戻ってきましたって言ってくださるファンの人とかも結構いらっしゃって、実はが結構他のメンバーもそれすごく言ってるんですよ。ゆきりんさんとかもなんかそれをすごく感じてるから、セットリストを昔のね曲を、最近のコンサートだとよく感じると思うんですよ。昔の曲をやるのがすごく少なくなったじゃないですか。で、新しいシングルの曲をいっぱいやってるじゃないですか。だからそういうね、なんかああって思って、すごく、うん、そうだから、なんかすごくそうやって戻ってきてくださるファンの人たちもいて、あすごく嬉しいなって思います。うん、戻ってきたって、何きっかけで戻ってきてくださったのとかはちょっとわからないんですけど、戻ってきたって言ってくださって嬉しいなってね思いましたね。ね、まあもう本当にゆきりんさんが卒業されてさ、本当にいろんな世代を知ってる先輩が辞められちゃったから、本当にいろんな意味で新しいスタートだと思うんですけど、本当にね、まあ、新しい子も入ってきてくれて頑張ってるとは思うんですけど、ぜひね、もうずっと頑張ってるメンバーも皆さんには応援してもらいたいなって私はすごく思う。ゆりなちゃんはちょっとマレーシアに行っちゃうんですけど、マレーシアに行っちゃうんですけど、だがしかし応援してくださいね。なんかゆりなちゃんマレーシアに行っちゃうからとか違う子にしようとか、そんな悲しいことはまあぜひ言わないでいただいて、マレーシアに行っても本当に
応援してくださって、押してくださったらもう本当に嬉しい。ゆりなちゃんはね、10年やってきたからね。なんで、まあよろしくお願いします。ちょっとまあどうなるとか全然分からんすけどね、活動の感じとかは。結構なんかファンの人とかあっちに行って、なんか日本の AKB みたいになんか CD 出してオンラインとかそれか握手とかあるのとか聞かれたんですけど、ちょっと私何にもまだ分からないと言いますか、まだなんかちょっと何にもそのなんだろうな、その辺が分かんないから、ちょっとわからないんですけど、まあオンラインとかあったらね、ぜひ遊びに来てくれるというか、そうしてくれたら嬉しいかな。なんかでも本当にあっちに行ってそういうのが、まあ、もしできたとして、オンラインお話し会みたいなのがあったとしてさ、本当にそれでさ、それでまあそれがどれぐらいになるかが、例えばそれでじゃあ半年経ったとかぐらいの時にさ、やったとするじゃん。それでさ、そのどれぐらいの人がさ来てくれるんだろうなってめっちゃ思う。その間を耐え抜いた人じゃないとモチベーションがないわけだから、その間を耐え抜いてからのちゃんと私のファンを続けてくださってるってめっちゃ嬉しい。いや、大丈夫だと思いたい、ユリナも。大丈夫だと思いたいよ、だいぶ。だが、しかし、私、その3ヶ月ぐらい、その舞台が続いちゃってさ、劇場とか出てないだけで、皆さんのモチベーションがだいぶ下がっていたことを私は知っているのよ。すごい言われてたし、ファンの人にも、なんか、ファンの人のモチベーション下がってるよって言って、劇場出ないのって言って、めっちゃ言われてたの、知ってるの、ちょっと正直。その時はさ、私もさ、マレーシアに行くなと思ってなかったし、ファンの人も行くなと思ってなかったからさ、もう本当その時の気持ちを言ってくれてたわけよ。だからさ、私はそれでマレーシアにいたとて、どうなるのかなっていう、ちょっと、それ大丈夫そうみたいな、3ヶ月でだいぶやばかったんだったら、大丈夫そうってちょっと心配ですけど、私は皆さんのことを信じていますので、これから私が他の国で、もう本当に一から一期生なので、一から言葉もね、日本語しか喋れないとか、日本語も喋れんのかお前みたいな感じでよく言われるんですけど、まあ、そんな感じで行って、本当に心細い、まあまだね、日本人メンバーがいっぱいいるから嬉しいんですけど、まあまあでもね、そうやって周りで喋ってる言葉が、理解がまだね、私もそこまで言葉の勉強ができてないから、そのこれからね、もっと頑張ってはいくんだけども、まだ最初なんてさ、わからないわけじゃないですか。その中で私を支えてくださるファンの人がたくさん残ってくださったら、めちゃくちゃ嬉しいなとは思ってます。信じてます。 お話し会で、ね、みんなが言ったことを私は信じていますので。よろしくお願いします。まあまあ、でもそれはね、その時になれば分かることなので 結局ね。なので、あ、そう、何人かね、そうなの、もうめっちゃマレーシアに来てくれる、その、まあ、デビューの日とかが、まあ、8月みたいな感じで、だからそのどういう感じか分かんないんだけど、もうその時にぜひ行きたいですみたいな、結構ね、
口だけじゃなくて、言い方悪いな、口だけって言い方悪いんだけど、口だけじゃなくてマジで実行に移してくださってるファンの人がいるのよ。パスポートをあの取りに行って、とパスポート申請って言ったらいいのかな、をしに行ってくださってるファンの人もいるし、うちの親もパスポート作りに行ったんよ、作ってきたって連絡あったの。そうそうなのそう、パスあのマレーシアにそのね、私がデビューかお披露目か分かんないけど、ある時にっていうのでパスポートを作ってくれて、なんかそういう感じに本当に実行に移してくださってるファンの人とかもいて、それもすごくなんかちゃんと行動に移そうとしてくださってる人もいるっていうことはすごく嬉しいなって。まあね、仕事上ねそれが厳しい人たちもいるから、別にそれが全てって言ってるわけではないんだけども、だけどもやっぱりそれぐらい応援する意欲があるよっていうのをすごく示してくれたっていうことは、まあこの今のさ、私が行くことによってどれぐらいファンの人が減っちゃうんだろうとかっていうこの心配のすごく補填というかにはすごくなって嬉しいなって率直にね感じましたね。うん、うんうん、てな感じですね。まあそんな感じでね、とりあえず明日はね本当にあの今日は誰に恋をする公演の初日なので、私たちは初日なので、ぜひあの明日公演に来てくださる方、まあ配信で見てくださる方、まあ、いろいろあると思うんですけど、ぜひねちょっと頑張りますので、ぜひ応援してください。もう本当に多分カツカツで頑張ってると思うから、マジでちょっとカツカツで頑張ろう。マジぜひ一緒に盛り上がってくださいね。結構恋愛ソングっていう感じのねセットリストになってるよね、歌詞がね全部ね。うん、なかなか初めて聞く曲でも結構パンチの強い曲もいっぱいあって、わーおって感じでそうそう、あの楽しみたいなっていう風にね思ってます。とりあえず明日がね終われば、明日が終わればこのハルコンからずっと何か覚え続けてきて、ハルコン終わったって思ったら次は劇場だって急になって、とりあえずこの劇場が終わったら、とりあえず劇場のことは一旦うんってやって、うん忘れたらいいか、忘れてか、うんってやってうんってやって、りんちゃんのと周年のを覚えて頑張りますそうですね、とりあえずいつになったら丸一日フル休み来るかなってちょっと思ってますけど、でもねずっと丸一日休みっていう日がないから、まあいいよ、いいことなんですけどね、丸一日休みっていうのがないので、とりあえず早く丸一日、あ今日は仕事ないわーっていう日を早く迎えたいなと思います。なんか最近朝起きたらはっみたいなね、はっ起きなきゃみたいな、眠たいっていつもなってるから、なんかそれね、とりあえず一区切りさせたいと思います。いや社会人のみんなすごいなと思った。もうなんかもうなんか何週間もその休みがね、その丸一日休みっていうのがさないからさ、なんか社会人のみんなすごいなって思った。だって月から日曜日まで働いてるんだけどさ、なんか月から日曜日も働いてるのすごいな社会人って思ったよね、ゆりなは。うん、なんかゆなたちからするとさ、逆にさ週の半分休みの日とかも全然あるのよ。だけどこうさ、そうないじゃんみんな。月から日曜日まで働いてるでしょ、
かわいそう。もうエリナもなんか月から日曜日まで働いてるけどさ、なんか常に何か覚えててさ、常に何か考えててさ、もう頭やばいって思うの。なんか今日はこの曲を覚えてみたいなさ。でもファンの人たちのさ、会社もさ、今日はこちらのプレゼンがとかさ、やるんでしょ。でさ、大変だなって思う。 そう、だってさ、なんか日曜日が休みとかだったらさ、月曜から土曜日まで働いてさ、明日休みだ、嬉しいってなるじゃん。だけどさ、それがさ、ないってきつくない？月曜日迎えました。月火水木金土日、あ、次来週だみたいな感じでしょ。あ、大変だね。もううちだって曜日感覚常にないもん。今日何曜日か知らんし。 なんかうちらの職業あるある、今日が何曜日か知らん。 今日が何日何曜日か分からん。もうこれはマジメンバーあるある、マジで分からん。 なんか「あれ今日何日だっけ？」みたいな「あれ今日何曜日だっけ？」みたいな「知らない」みたいな、みんな やばいよね。ねえ、なんか分かんなくなんない？なんかさ いつ生きてんだろうって話になるよね。だってもう3月終わっちゃうんだよ、やばくない？ 3月終わんのか自分って思ったよ。知らない間に4月になってそう。 ねえ、びっくり。ね、曜日って分かんないよね。なんかさ、小学生の頃とか学生の頃はさ、土日が絶対休みじゃん。だしさ、その日によって教科書持っていかないといけないから、何曜日のやつはどれぐらいでって把握するけどさ、もうそれをさ把握しないじゃん、別に。ないし、不規則だからさ、本当に分かんなくなっちゃう。どこの時間帯で来てんだろうね。まあそんな感じでそろそろ終了にするわ、ゆりな。 ね、土日仕事だからしばらくサザエさん見てない。いやマジでそれな、学生の頃はさ「ちびまる子ちゃん」とか「サザエさん」見てたのにさ、もう見なくなっちゃったよね。なんかね、だから曜日感覚マジでない。朝の私もテレビもう今日もずっとつけてないもん。私テレビ基本朝しか見てないのよ。そう、とかテレビつけててもね、なんか BGM、 ただの BGM にすごいなってる。そう、てかもう最近はもうそもそもつけてない、もう朝しかつけてない 朝で、ああこんなことがあったんやーっていうのを見て準備してね、行ってきますって感じでもうつけてない。 そっからもつけてない。 ね、じゃあちょっとランキング読んじゃうね。13位マーニャンさん、12位アーさん、11位食べ過ぎのみすぎさん、10位おかやんちゃんって間違えた ゆりなちゃんとおかやんさんが混ざっておかやんちゃんってなっちゃった。おかやんさん、ゆりなちゃん、初日見に行くね。お、待ってます。9位カズさん、8位シュガーさん、7位ヤングさん、6位ザックさん、初日楽しみです。次週で応援できるのも嬉しすぎる。ああ、待ってます。ありがとう。5位さきもりさん、4位あきひこさん、3位わいまつさん、2位まさとさん、そして今日の第1位はナラブさんです。ありがとうございます。はい、というわけで明日ね、いよいよ初日ということで、なんかあんまりね、来るよっていう人あんま聞かないんだけど、外れたんだろうと思ってますんで、ぜひぜひ、私はもう劇場に立てるのもあと何回か分かんないですけど、ね、もあと本当2ヶ月しかないんで、でも16人ね、分かんないですけど、ぜひね、よかったら、もう16人になっちゃって倍率高まっちゃってて大変かもしれないんですけど、
ぜひね、あのタイミング合えば遊びに来てください。お待ちしております。なんか本当に当たらないってよく聞く本当にかわいそうにごめんなさいね。16人になっちゃったからね、外れる倍率も高くなっちゃったからさね。まあそんな感じで今日も見ていただき本当にありがとうございました。もう今日早く寝たいと思います。明日頑張りますというわけで、また明日の配信でお会いしましょうというわけで、明日はね一旦その公演が終わって、まあ、昼過ぎ昼夕方かに終わるじゃないですか。そして一旦帰ってきて、で夜またレッスンに行かないといけないんですよ。だからその間にちょっとやろうと思ってます、どっかのタイミングでって思っててください。なのでその夜レッスンにまた行くその間、いた帰ってきての間にやろうと思ってるので、ちょっと時間はまあ夕方から夜の間って感じかなって感じでお願いしますというわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。